寺は建長2年1250年に作られた閻魔大王を本尊とするお寺なんですな。建長寺大学禅師の弟子であり、建長寺第9世の智覚禅師が開山最初の住職なんですな。閻魔堂、十王堂とも呼ばれ、亡者が冥界において出会う十王を祀っているんですな。閻魔寺は、はじめ神輿ヶ岳、大仏様の近くにありましたが、鎌倉幕府滅亡後、足利尊氏が由比ヶ浜に移築し、その後、江戸時代の元禄16年、1703年に起きた大地震後に現在の地に移ったんですな。本尊の閻魔大王座像、国重要文化財は仏師運慶作と伝わっているんですな。運慶は頓死をして閻魔大王の前に引き出されましたが、閻魔様の何時は生前の剣頓死、物惜しみし欲深いことですな、の罪により地獄に陥るべきところであるが、もし何時が我が姿を彫像し、その像を見た人々が悪行なさず前縁に赴くのであれば、何時をシャバに戻してやろうと言われ、現世に生き返された運慶が彫刻したと言われているんですな。運慶は生き返ったことを喜び、笑いながら彫像したため、閻魔様のお顔も笑っているように見えることから、古来笑い閻魔と呼ばれているんですな。また山賊から守るため赤ちゃんを飲み込んだことから、小食い閻魔、その後その赤ちゃんが無事に成長できたため、子育て閻魔と呼ばれているんですな。十王は、亡者が冥界において出会う10人の王のことですな。亡者は冥界において7日ごとに7回、さらに100日に1周期、3回期の合計10回、それぞれの王の取り調べを受けるんですな。亡者はまず初7日の信仰王、2、7日の諸行王、3、7日の想定王、4、7日の五感王と生前の罪を取り調べられるんですな。その結果により5、7日、35日の閻魔大王が6道、こちらが天上、人間、修羅、畜生、餓鬼、地獄のどこに生まれ変わるかを決定するんですな。私たちが今人間として存在するということは、前世の行いを閻魔様が判断した結果なんですな。生まれ変わり先が決定した後、6、7日の返上王が場所を、7、7日の四十九日の泰山王から男女の性別と寿命を決定するんですな。初7日から四十九日までの間は中遊または中院といい、この間は亡者はこの世からあの世へと旅を続けるとされているんですな。遺族は百花日の平等王にはむさぼりの心、一周期の年王には怒りの心、三回期の五道天輪王には愚痴の心を慎むことを誓って法要を行うことにより、亡者の追善供養となるばかりではなく、ご自身の現世における功徳となる善行を積むことができ、来世の安楽へとつながっているんですな。今日の教えはここまでですな。ただいま動物プロジェクトでは YouTube、Instagram、Twitter を更新しておりますですな。皆さんに健康の良いことをお届けしておりますですな。また YouTube ライブ配信、ツイキャスにて水曜日の21時にシマエナガのシマ社長が皆さんと雑談をしておりますですな。よかったらみんな見てみてほしいですな。